こんにちは。ご視聴ありがとうございます。未来のバイクについて、そして現在からバイクはどのような発展をするのか。オープニング、こんにちは皆さん。今日のテーマは未来のバイクについて、現在の技術から私たちはどのようなバイクの発展を期待できるのか、皆さんと一緒に探求していきたいと思います。想像してみてください。空を飛ぶバイクや自分の健康状態をモニターできるスマートバイク、これらがもうすぐ現実になるかもしれません。それでは皆さん、バイクと聞いてどんなイメージを持ちますか？風を切って疾走する爽快感じ、スポーツバイクのかっこよさ、それとも街乗り便利なスクーター？でもここで話題にしたいのは、見た目やスタイルだけでなく、私たちが想像する以上にテクノロジーの進化とともに変貌を遂げる未来のバイクです。クリーンエネルギー、自動運転、そしてコネクテッドシステム、これら全てが未来のバイクにどう組み込まれ、日常を変えていくか、興味深くないですか？では未来のバイクのクイズをやってみましょう。クイズ1、世界最速の電動バイク。問題、2023年に発表された世界で最も加速が速い電動バイクのモデル名は何でしょう？0から60マイル時、約0から97キロメートル時までの加速が約2秒と非常に高速で、最高速度は218マイル時、約350キロメートル時に達します。この驚異的な性能は、高出力の電気モーターと軽量ながら強固な設計により実現されています。クイズ2、ゼロエミッションの秘密。問題、電動バイクがゼロエミッションを実現するために主に使用されているバッテリーの種類は何でしょう？長寿命であることから電動バイクに広く採用されています。充電のサイクル数が多く、メンテナンスフリーであることも電動バイクにとって大きな利点です。クイズ3、 AI を搭載した未来のバイク。問題、ヤマハ発動機が2017年の東京モーターショーで発表した、オーナーの声やジェスチャーに反応し自立してバランスを保つことができる人工知能 AI を搭載した二輪車のコンセプトモデルの名前は何でしょう？答え、モトロイド。補足、モトロイドはヤマハ発動機が開発した革新的なコンセプトモデルで、人工知能 AI を活用してオーナーの声やジェスチャーに反応することができます。静止状態や低速走行時には自立してバランスを保つことが可能で、ライダーがより容易に操縦できるように座席が変形する設計も採用されています。このバイクは未来のモビリティとの新たな関係を模索する試みの一環として開発されました。背景、バイクの歴史を振り返ると、単なる移動手段からレース用、趣味の乗り物として、そして近年では環境に優しい電動バイクへと進化を遂げています。しかし世界はさらに進化の一途をたどっており、技術革新の速さはますます加速しています。すでにいくつかのスタートアップ企業では空を飛ぶバイクの研究や開発も行われているのです。そしてこれら未来のバイクは、単に速くクールな乗り物というだけではなく、交通事故を減らし、環境汚染を抑制し、さらには交通手段の新たな可能性を切り開くことを目指しています。解説、さて未来のバイクが現在からどう発展していくか、皆さんは想像がつきますか？まず1つ目は、エコフレンドリーな電動バイクの進化。二酸化炭素排出を削減し、都市の空気をきれいに保つためには欠かせません。次に、自動運転技術。これにより交通事故の大幅な減少と移動の効率化が見込まれます。またバイクとライダー、周囲の環境とをつなぐコネクテッドシステムも重要な役割を果たします。例えば天候や交通状況に合わせて最適なルートを提案する機能など、安全かつ快適なライドを実現します。途中で豆知識ですが、未来のバイクは見た目も機能も今とは大きく異なるかもしれません。空を飛ぶバイクや完全に透明な素材でできたバイクの開発も進んでいるんですよ。これらの進化はただかっこいいだけではなく、私たちの生活を根本から変える可能性を秘めています。想像してみてください。交通渋滞が激減
し、空気がきれいな都市、そして誰もが安全にバイクを楽しめる未来を。だからこそテクノロジーとバイクの関係に目を向けることは非常に興味深いのです。最後に、皆さんはどのような未来のバイクを見てみたいですか？技術進化の可能性についてあなたの想像力を膨らませてみましょう。僕からの質問、今回は未来のバイクについて一緒に考えてきましたが、皆さんはどんな未来のバイクを見てみたいですか？またテクノロジーが進化する中でバイクのどんな機能に一番期待していますか？皆さんのアイデアや期待をぜひコメント欄で教えてください。今日話したトピックに対するあなたの意見も大歓迎です。エンディング、今回は未来のバイクについて現在からどのような発展をするのかに焦点を当てて考えてみました。皆さんもこのテーマについてどう思うかコメントで教えてください。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。動画が役に立ったり面白かったと思われた方はぜひチャンネル登録やいいねを押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。未来のテクノロジーがもたらす可能性は私たちの想像をはるかに超えています。あなたの想像した未来のバイクを共有し、それが現実になる日を楽しみに待ちましょう。皆さんのフィードバックやアイデアが次回の動画のインスピレーションになります。どんな小さな考えでもぜひコメントで共有してください。それではまた次回まで。皆さん素晴らしい一日を。